1999年の西武ライオンズでは、1999年シーズンの西武ライオンズの動向をまとめる。この年の西武ライオンズは、東を治む監督の5年目のシーズンである。前年のドラフト1位で獲得した松坂大輔を投手陣ローテーションに組み込んで3連覇に挑んだシーズン。序盤はドミンゴ・マルティネスの対談の影響で攻撃力が低下の影響もあり、 混戦状態から抜け出せず6月末時点で、首位大英から6.5ゲーム差をつけられていた。7月にようやく盛り返し、9月には大英に一時期0.5ゲーム差まで接近し、3連覇が期待された。しかし、打線の頻打などもあって一度も単独首位には立てず2位で、シーズンを終えた。ルーキーの松坂は16勝と高成績を、上げ新人王を獲得したが、 マルティネスの後釜として期待された、アーキーシアンフロッコとグレッグ・ブロッサーが不審でシーズン、終了まで持たず途中退団し緊急補強した、アラン・ジンター、コーリー・ポールは好成績とは言い難く、鈴木健、高木大成の不調もチームの足を引っ張る形となってしまった。松坂の加入で層が厚くなった、投手陣は、ダイエート互角だったが、 打撃陣では前日のように貧乏にあえぎ淡白な試合運びも目立った。それでも、松井和夫が最多安打を獲得し初の2桁本塁打を記録したりかつての代打の切り札、柿内哲也が15本塁打と副長と明るい話題もあった。シーズン終了後ブイツの責任を取り須藤豊、ヘッドコーチ、土井正宏打撃コーチ、伊原春樹内野守備総類コーチが対談した。 ありがとうございます。